まあ、出てくるピッチャーこれ全部初めてですよね。そうですね、だからどこは本当にどこが強いかなっていうのはね、まだわからないんですよね。まあ、唯一ねフォークボールに対して空振り三振を取りましたから、本当にこう勝負球膝から落ちるボール球に対してやっぱり、振ってくるんだなっていうイメージは持ちますよね。ただ失投というものがあると、一発ホームランというのを要警戒しますよね。そうですよね。さあ、まあ、川岸はその一発を考えたら過去27回と3分の2を投げていますが、まあ、ホームランは2本。さあいずれにしても先頭ですね、両チームから考えても、はい、ホームランは1本だけですね。考えると根元にランホームランって出てるんですね。あ、そうですね、はい、それだけですね。この前回のカードですね、多分ね。ワンボールから投球2球目、空振りになります。確かに金井さんおっしゃるように左の打席ですよね。そうですね、意外とこう逆転がありそうですね。どっちかというと右よりも左の方がね、見るからにもこう弱点がね、バットコントロールというものがなんか無理やりこう、ワンツーです。構えている姿を見るとピッチャーから見るとすごく大きく感じるし、ストライクゾーンも、ね、すごく大きく感じていると思うんですよね。ライトへ打球はなんと今一歩足りないか。ワンアウトです。芯ではなかったですね。そうですね、先ですね、やっぱり低めに行った分そうなっちゃってるわけですね、はい、これね、あのバットの出方がね、やっぱりコンパクトに出るだけ、はい、右よりも前がさばけないんですよね。ヒヤッとしました当たりですけどもね、はい、それでこれヒヤッとしてますよね、当たりがね、ヒヤッとしてますよね、うまくは拾ったんですが、はい、